そしたら次はですね、ヒゲを描きます。ヒゲはですね、ジャーマングレイを使います。これをわー出た、いっぱい出た、よいしょ、と白ですねを使いまして、これでね、グレーを作ります。で、そこにですね基本色である3番を入れます。で、注意したいのが、そんなにねグレー出しちゃダメなんですね。薄く本当にわからないぐらいの感じにしておきます。まあ、ヒゲをねどのくらいのこう感じで入れるのかというのはそのシチュエーションというかねそれによると思うんですけれどもね。それではね眉毛髪の毛その他描きたいと思います。フラットブラウンですね、フラットブラウンを使いましょう。これを出しまして、薄すぎると流れてしまいますんでちょっと濃いめでいいと思います。ここからちょっと分厚くなってしまいましたね、失敗。油彩を使った方が楽なのかなと思う時もあるんですけど、はい、こんな感じでいかがでしょうか。ちょっとこの辺が曖昧なのでもうちょっと手を入れておこうと思います。よいしょ、なかなか、微細な作業が続いて息が詰まるようです。もうちょっとででも出来上がりです。先ほどの茶色にライトブラウンを少し入れまして、これを塗ります。これをまたこう感じでちょっと塗っていって、まあライトブラウンというかオレンジなんですけどね、ちょっとオレンジ色を加えると。
このオレンジ色を加えたこの色もあのまつげにもちょっと塗っておきます。眉毛にもね塗っておきます。眉毛のこんもりしているところ、この辺かな、塗ってやって